僕さ20年前ぐらいの日本のインターネットで見たと思うんだけど、うん、はい、動物園でライオンに食われてる人の悲鳴を聞いて、はい、泣いてる女の人の動画ってなかった？あった。痛いよか助けてって言ってるでしょ。そうそう、痛いよ痛いよって言ってて、うん、どうやら動物園のサファリみたいなところで、うん、何かの動物に食われてるんだけど、うん、実際そのシーンはないっていう動画あったじゃん。 あった。あれの真相って何なの？フェイクだって。あれフェイクなの？あれフェイクらしいよ。あれフェイクなの？でもあの当時は確かにね、有志のフェイクすげえ多かった。一つは本物やで、一つはいいコメント、うまい、うまいコメント、うん、いいコメントきたね。まあでも最近その衝撃映像系がすごいいっぱい、その携帯が普及したせいで見られるから面白いよね。減ったよ、見て大丈夫な衝撃映像ばっかりになったよね。ああ、なんだろう、僕例を挙げようと思ったんだけど、うん、あの面白いよねって今言っちゃったせいで言えなくなった。ああはい、だって人が死んでる。いやいや、だからあのそういうの逆に、うん、そこまでなんて言ったらとんがった動画は最近ネットじゃ 見つけづらくなったよ。いや、まだでもあの例えばさ、車とか運転してて、うん、であの車載カメラで前の車が衝突しましたとかさ、うん、そういうやつは結構あるのよ。あ、でもほら中国の YouTuber のあのすげえビルの高いところからプロポーズをしようと思ったらそのまま落ちてた動画とかさ、うん、あれもフェイクって話あるけど、ね、あれフェイクなの？あれ分かんないんだよね、中国の YouTuber ね。あ、心霊映像がなくなった、これ確かに。あ、本当だ、あんま見なくなったよね、心霊映像。